ここから進めそうだ。何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われて、このザマさん、それだけじゃない。オーク族のやつら、ウォルド軍の傘下にいたはずなのに、まるで誰かに操られてるみてえに、急に手のひらを返しやがって。まさかオーク族もアルテマに。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォルードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め、何が王だ、何が神だ、くだらねえ。ハンターベアラーだよな。この状況で生きてるってことはそうなんだろう。情けをかけると思って俺の願いを聞いてくれないか。この指輪をある場所に埋めてほしい。わかった、何とかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中にカエラスの森ってところがある。そこに死んだ親父とおふくろの墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。言ったか。巨大な城壁だ。これがストーンヒル関門。王都はここを越えた先だ。突破するぞ、ジョシュア。ああ、兄さん。
シバ。行くぞ。よっ。関門の守備隊か。押し通るぞ。シガ。
それほど敵の本拠地も近いということだ。少し気を引き締めろ。休むか。大丈夫、先に進もう。見えてきたよ。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。
せい。この辺りにも死体がないな。灰の大陸に来てから死体を見たのはわずかだ。アカシアになって灰に化したということか。あの兵士が言ってたのはこの墓のようだ。お前の願い通り指輪を埋めた。家族と一緒に安らかに眠れ。
行け。ジョシュア、もう少しでストーンヒルだ。うん、いよいよだね、兄さん。落ち着いて。静かだね。王とストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず。ここからの道は城へと続く橋だけだ。逃げ道はない。覚悟はできてるよ。じゃあもう生き残りはいないかもしれない。やることは一つだ。ああ、神殿まで突き進むぞ。銃まで刺激を。
奴を片付ける。
急げ、新手が来る前に。クリスタル神殿はドレイクスパインの根元にある。城を越えないと。行こう兄さん。Die!
あの橋の先にクリスタル神殿があるはずだ。分かった、行こう。城の中だ。行くしかなさそうだね。
全てなぎ倒す。このまま進むぞ。